はい、今回は、センター2012年の化学基礎の問題を説明します。ある元素 M の単体 1.30g を空気中で強熱したところ、全て反応して酸化物 MO が 1.62g 生成したと。で、 M の原子量を求めなさい。これ M が MO になるな。これは 1mol が反応すると MO が 1mol できると。で、 M の原子量は XO は16が、これ 1mol というのは X プラス 16g、ね、でこっち、こっち間違えました。こっちは Xg になるな。 Xg、 こっちの MO は X プラス 16g です。で、この比がね、この比が、1.30 対 1.62 と。で、中同士、外同士かけます。これかけたら、1.62x イコール、1.30 かける x プラス16と。ね。x プラス16ということなんで、これ x 計算すると、いくらになるかというと、65と。はい、終わります。